さあ始まりました、別館カフェミステリークリーン。学校のチャイムだ。そうなの、今回は高校で起こった殺人事件のお話です。早速ですが、アリスチンは変わった人は好きですか？ん？それお前のことか。例えば殺人事件の謎が解けると死体の前で大笑いするとか、変わった趣味を持ってるとか、思いがけないことを突然したりする人とか。お前のことじゃないか。そんな変わった人がサイゼのミラノ風ドリアよりも好きなアリスチンに、今回おすすめしたい小説はこちらです。ミラノ風ドリアの方が好きだけどな。じゃじゃーん、体育館の殺人です。こちら高校生探偵が登場します。工藤新一。もちろん工藤新一くんじゃありませんよ。その名も浦染天馬くん。彼はね、かなり変わったタイプの探偵なの。それだけでも気になるけど、物語もライトなのに本格ミステリーでめちゃくちゃ面白いし読みやすいの。へー、すごいことに第22回鮎川哲也賞を受賞されているのです。受賞作品？ちなみにどんな探偵？学校に住んでるかな。うん、どんな物語かと言いますと、風が丘高校という高校の旧体育館、そこの縁台にもたれかかるように放送部の男の子が殺されていた。おお。ステージの幕は下がっていて、その時に体育館にいたのは女子卓球部の部長だけで密室状態になっていた。密室。これでは犯人になりうるのは彼女だけでは。うん。当然警察は卓球部部長が犯人だと思う。しかし体育館には不可解な証拠品が数多くあって、そこで主人公である卓球部の1年生の袴田ゆのちゃんが先輩を助けるために学校一赤玉のいい浦染天馬くんに探偵の依頼をして、その殺人事件の真犯人を探すという物語。どう、ワクワクでしょ。頭いいからって探偵できるもんか。いやー無理でしょう。頭がいいからって探偵ができるなら、どの学校でも成績上位5人は探偵5とかになっちゃうでしょ。探偵5かっこよ。運が良かったのよ。頭が良くてそれでいて探偵ができる変な人が生徒にいて良かったよね。そうか。そうそう。どうアリスチン、読みたくなってきた？そうだな。で、浦染天馬くんは変な人なのか？頭いいんだろ？そう、学校一頭のいい彼が住んでいるのは高校の敷地内にある開かずの部室。え、学校の七不思議的な。七不思議大好き。あ、いやいや、開かずの部室は開きます、もうすんなりと。そしてその部屋の中はもうアニメグッズやアニメ雑誌、アニメの女の子のポスターにゲームなどであふれ返っているんです。私物化がすげえ。学校にバレたら。そこはね、まあぜひ読んでみてくださいな。つか学校怖くねえかな夜。あらら、アリスチン意外と怖がり、グフフ。私の高校の怖い話聞きたい？悪魔かお前は。そんな非合法的に物質を私物化しちゃう浦染くんですが、本当に頭の回転が早いんです。へえ。初めて彼の部屋に、ま、物質だね、彼の物質に足を運んだゆのちゃんをちらっと見ただけで即座に彼女が事件の関係者だと見抜いちゃったの。すごいでしょ。ほう。刑事が見抜けなかったものとかをズバッと指摘したりして、かっこいいの。かなり生意気な高校生って感じだけど、圧巻の推理力で大人は何も言えなくなっちゃうわけ。スカッとするんだよ。へえ。ちなみにアリスチンは最近スカッとする出来事はありましたか？先週しおりが駅の階段踏み外して大声上げて大恥かいたというスカッとした出来事がありました。素晴らしい。そんな彼があるもののために高校で起こった殺人事件を解決していくのです。キャラクターがみんな濃くて読み応えあるのにさらっと読めて満足感がすごい。ちなみに探偵浦染天馬シリーズがありまして、体育館の殺人の他に水族館の殺人、風が丘50円玉祭りの謎、図書館の殺人があります。シリーズものか、集めたくなるやつだ。わかるわかる。
僕も最近あるシリーズ買っててな、訳あって絶滅しましたと、続訳あって絶滅しましたと、もっと訳あって絶滅しました。あー、それ気になってたんだけど、どんな本なの？なんかな、昔の動物が訳あって絶滅したことが書かれてるんだよ。恐ろしき説明力のなさ。タイトルの情報以外何も伝わってこないなんて。そうそう、この体育館の殺人は賞を取っているというのも面白さの証拠になりますが、それ以上にミステリー小説好きの方の多くが自分の好きなミステリー小説ランキングの上位に挙げているのです。どうです、こんなに人気な作品、まだ読んでいなかったら読みたいでしょ。人気作品だな。ライトな感じだし、ミステリー小説初心者も読みやすいのかな。うんうん、アリスちんも読んでみて。あ、よっしゃ、電子書籍もあるじゃん。電子書籍もいいよね。ちなみにアリスちんは電子書籍で何読んでるの？切ない動物図鑑、動物進化ミステリーファイル、恐竜の飼い方とか。動物関係がすごいね。アリスちん、恐竜飼うの？飼っちゃダメだよ、ジュラシックワールドの二の舞になっちゃうよ。陸上最強のインドミナレックスが生まれちゃうかもよ。ニヤ。え？ニヤ。このチャンネルではこれからもしおりおすすめのミステリー小説のお話をしていきますので、チャンネル登録して私たちと一緒に楽しいミステリーライフを送りませんか？どうかいいねボタンだけでもポチッと押していってくださると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。